ちょっとね、タイ料理いっぱい続いてるから今日はちょっと久しぶりにね、日本食食べたいなと思って、で、これね、視聴者さんからの情報でなんかね、タイのバンコクに激辛ラーメンがあるっていうことを聞いたんで、今日やってきました。で、このね、麺屋大和さんっていうお店なんですけれども、なんとここに自国ラーメンという、もうね、日本にもあるかのような、激辛ラーメンなんですけども、ここがなんかめちゃくちゃ辛いということで、辛さレベルが選べます。1から5まで選べるみたいな感じなんで、今日はね、マックスのレベル5に挑戦していきたいかなと思うんで、早速入っていきたいと思いますけども、はーい、はーい、カメラ OK? OK? はい、すごいね、ヤマト OK? はい、レベル5 is max level very spicy OK, okay. I like very very hotOkay. Okay. Very spicy. Okay. すごいね。うわすごい。レベル5。レベル5。はいはい。Wow. 鶏白湯スープですね。ということで、こちら来ました。こちら自国ラーメンレベル5ということでね、これなんかね、挑戦という感じでね、結構辛そうなんでね、どんなものかちょっと久しぶりのラーメンなので食べてみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。いただきます。さあ、麺屋大和さんの自国ラーメンレベル5、お手並み拝見ですよ。ところです、さあまずは勢いよくね、スープを吸っていきましょう。いただきます。あ、美味しい。なんか今これ僕の勘違いなのか分かんないですけど、多分これ麺の長さ、多分現地の方に合わせて多分短くしてるような感じすると思います。ちょっと短いんですよ多分。ほら、食べれやすいように多分麺を短くしてる企業努力が見られるように感じます。はい、麺はね、ちょっと細麺、細麺で麺が短い、面白いなこれ。でも美味しいね。あの味はね、ちゃんと日本の味、うまいな。そして結構辛いわ。地獄だ。久しぶりの日本のラーメン、美味しいですね。鶏白湯の味がすごい染み込んでますね。あ、こちら卵。卵でお口の中が癒されます。やります。おー、辛っ。口の中がこう燃え上がるような、残すはこのスープのみ。はい、じゃあちょっとこの残りのスープを飲んで、このケリをつけたいと思います。
ご飯もちゃんと日本の米だ。タイ米じゃない、ちゃんと日本の米。うん、店員さんに見せつけてやりますよ。これが日本の大和魂だと。ラストスパート。ごちそうさまでした。辛かったね。地獄ラーメンという名にふさわしい激辛ラーメンだったと思いますけども。それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺屋大和さんの地獄ラーメンレベル5、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 です。 7.5 になりました。海外の日本のラーメンどんな感じかなと思ってね、食べてみたんですけど、普通に味も本当に日本で食べるような、ラーメンです。で、一応まあ違いとしてはなんか麺が、まあ、麺細麺っていうのはまあありますけど、麺が短いっていうのがね、ちょっとああそっか、海外の人ってやっぱ麺長いと麺の人、海外の人って麺すすらないじゃないですかっていう、噛み切るタイプなんでね、その辺配慮して、あそういうところはこう現地に合わせてるんだなと。まあ、味は本当にもう日本一緒。はい、辛さはね申し分ない地獄ラーメン、その名にふさわしい激辛ラーメンだったと思いますけれども、一応最寄り駅がね、トンロー駅っていうね、トンロー駅っていうところからもう徒歩もう1分ぐらいの距離にあるんでね、ぜひぜひ、楽しんでくれればと思いますけれども、はい、ということでね、久しぶりに、日本のラーメンを堪能できて嬉しいですということで、コップンカップ。